次のコンシェルジュさんです。パーソナリティから大変身え、はい、おはようございます。メイク研究隊あやこです。よろしくお願いいたします。はい、メイクの月に2回ね、あの、はい、コンシェルジュのコーナーとしても、参加させていただいております。いつもあのここに来るときにいろいろメイク道具ちょこちょこ持ってきたりしたんですけれども、うん、今日はあのほとんどメイクボックス全部持ってきちゃいました。大きいの？大きいの。あらら、久しぶりそれ見るの。いつもイベントの時しかね見たことないから。そうですね、よく出せた。仕事人のバッグですよ、ね、これ、ね、あのメイクボックス今日体重計に乗せてみたら、うん、何キロあるんだろうと思って。10キロぐらい買ったら6キロでした。6キロでも結構ね、結構ね肩にズンときますね。そう、そうなんです。で、まあ、何が入ってるかと言いますと、うん、いろんな色のファンデーションだったりとか、うん、アイシャドウとかリップとか、あとはライナー系ペンシル系がいっぱいね入ってるんですね。これが1個あればお仕事ができる感じ、うん、できますね、はい、いつもあの出張ヘアメイクだったりとか、うん、メイクレッスン行くときに使ってるんですけどね。でここに入っているものってあのプロ用のものももちろんあるんですが、大体がデパートだったりとかドラッグストアで買えるものばかりなんです。そうなんだ。そうなんです。普通にデパートに行ってどれにしようかなって選んで、この色マシン作で買えたから買ってみようとか、この色ないから買ってみようとか、そんな感じで普通に買ってます。じゃあさ、はい、あやこにやってもらって、これなんか可愛いから私も欲しいなって言ったら買えるんだ、すぐ。そうなんですよ。いいねそれ。ね、まさに今おっしゃっていただいた通りで、もちろんいろんな方に使えるようにというのもそうなんですけれども、実際にお客様が使ってみて、あ、これいいなと思ったら買えるのがね一番いいと思うんですよね。すごくいい。あのいきなりこのメイクパレット出されて、この色いいですよっていうふうに言われても買えないじゃないですか。ね、だからそういうふうにドラッグストアとかデパートで買えるものを中心に入れさせてもらっております。ね、で今日はあの今日でっかいバッグを持ってきたんですが、何を話そうかというと、あの皆さんがご自身のポーチの中に入れておくと便利なものをご紹介したいなと思います。ぜひ教えてください。意外と地味だった。あの、こっちでもいろいろは持ってるのよ。ごちゃ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 って、ね、いっぱい化粧品、ね、いっぱい持ってるんですけど、あの2割ぐらいしか使ってない。2割か、もったいない。本当に必要なものは何ですか、教えてください。まず一つはコスメではないですが、乳液ですね。はい、あの今携帯ケース持ち運び可能なちっちゃいケースに入った乳液なんですけれども、これを持ってるとすごく便利なんですね。特にあの今の時期ですと冬ですから乾燥しますので、目の下あたりにシワができてしまったりとか、ちょっとね粉吹いちゃったりとか、あのお化粧直しするときにさ、うん、あの乾燥してると本当に入らないんだよね。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、あと化粧崩れたりとかして、あのファンデーショングズグズになってますよね、うん、でそれのまま崩れたままファンデーション塗っても全然綺麗に治らないんですよ、で、あのそこで乳液を使っていただいて、まあ、綿棒でもティッシュでもいいんですけど、崩れた部分にさっと拭っていただいて、でその上からファンデーションを重ねるとすごく綺麗に化粧直しができるんですよね。乳液は知らなかったので、まあぜひ乳液持ち歩いてるととても便利です。あの基本的なこと聞いていい？はい、お化粧の上からでも大丈夫なの？大丈夫です。はい、逆にこう下地代わりになるんですね、うん、ちょっとペタペタして、はい、油分がありますので、しっかりとその上から粉が密着するので全然大丈夫です。じゃあそれちょっと採用する、はい、採用はい、ありがとうございます。じゃああと残りもう一つ、はい、もう一つはですね、クリームチークなんですね。チークっていろいろと種類があって、パウダーチークだったりとか、クリームチークだったりとか、うん、あとはムース状になったものとかいろいろあるんですけれども、うん、このクリームチークとってもおすすめです。あんまり使ったことないクリームタイプ、うん、そうですよね、うん、なんか使ってみたいかもしれないけどよくわかんない、わからない、大丈夫かなって感じですかね。ならなくないかしらって感じですかね、うん、でこれのすごくお手軽な部分は、こうブラシとか何も使わずに指でトン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 つけられるんですね、うん、なのでちょっとチークが薄くなってきたなと思ったら指でつけていただくと普通に綺麗につけます。これでな、うん、あの馴染ませるのも指で大丈夫なの？はい、そうなんですよ、はい、すごく綺麗につくのと、あとは実はリップにも使えるんです。えチークなんですけどもリップにも使えるんです。そうなんだ、うん、そうなんですよ、ちょっと見せて、
あ、同じものを使うの？うん、うーん、まあ、あのチーク塗った色を唇に塗ったとしても、うん、あの統一感が出るので、あ、そっか、全然問題ないですね。なのであのコンパクトにあのご自分が持っていらっしゃる化粧ポーチもかさばることなく、リップとチークの役割を果たしてくれるので。なるほどね、はい、そしたら2個持たなくてもいいんだよね。そうですね、はい、あんないっぱいにならなくて結構ねすごいボリュームになっちゃいますよね。そうやって工夫していくよね。なのでもしね、化粧ポーチがちょっとかさばっちゃうとか、荷物が多くなっちゃうっていう方は、こんな感じでクリームチークも活用していただきたいかなと思います。勉強になった、させてみたいと思います。ぜひぜひワニ抜き採用してください、ね。本当採用、今日2つ採用しました。ありがとうございます。ありがとうね。はい、ということで、はい、今日はメイク道具のご紹介でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おしるじさんのコーナーでした。